25時ナイトラジオで。皆さんこんばんは、シナノメイナ役の鈴木みのりです。皆さんこんばんは、朝比奈真冬役の田辺瑠衣です。一緒にやるのがちょっと久々、若干ね、我々のね、そう、会う頻度的にはね、うん、まあ、このご時世だから、なんかこうやってお仕事理由にして会わないと ね、うん、そうそうそう、ありがたいですよ。嬉しい、ありがたい、ありがとうプロセカ、ありがとうプロセカ。今日はあれなんですよ、ありがとう、うん、まあそれ後で話そうかな。何、後で、あのすごいシンプルなこと、あ、シンプルなことなのね、はい、まあ、普通にじゃあ世間話をしましょうか、うんうん、夏休みは、うん、宿題とかがあったら宿題もう提出しなきゃいけないとか、まあ、終わらせていなきゃいけない時期ですけど。そうだね。まあどうなんですかね、みんなやったか宿題、ね、なんか台本にはさ、うん、夏休みの宿題を出していない人は最後の追い込みですね、土日で頑張れって書いてあるんですけど、そっか、どうなんですかね。31で1回終わって9月1日平日だから、ああ確かに、ね、終わってなきゃダメなんですよ。なんかすごい出してない人に甘い、ね、あれ追い込む前にもう追い込まに終わりじゃないかな。でも本当にね、出さないで、うん、乗り切ってる人ってなんかレジェンド級まで行くと、なんか言われ続けても出さないで、うん、もうそのうち逆に先生が諦めるっていうか、もう冬が来るみたいな、なんかそんな人いるの？なんかそれをね、ちょっとチラッと聞いたことがある。すごいな、私そらしたことないや、うん、ね、優等生だから、まあ、そう、私優等生だから、ね、私もちゃんとあの答え写してたけど、ちょっと出してはいた。あ、まあまあ優等生だ ね、出すことに意味があるから、ね、意味がありますので、はい、早速今日も始めていきましょう、はい、25時ナイトラジオで今回もスタート。ナイトラジオで、はい、さっき本編入ってからでいいやって言った話が、あ、聞きたい、聞かせて。う、違う、田辺氏も知ってるの違うんですよ、あの違う、今日、うん、あのここのラジオを収録するスタジオに来るのがちょっとギリギリになりそうだったんですよ、うんうん、私が、はい、で、はい、まあ、いつもとちょっとあの場所が違かったんですよ ね、うん、収録場所が、うんうんうん、乗り換え間に合うかなとかここ駅出たらどう進んだらいいのかなとか、うん、なんかいろいろ考えてそわそわしてたんですけど、うん、いや今日はね、一番こう仲良くさせていただいている田辺瑠衣が、うん、田辺瑠衣が、ね、相棒ということで、相棒ここに来るまでに必死に田辺瑠衣に連絡をしまくって、うん、なんかそしたらあの田辺氏がすごい気を利かして、うん、コンビニ寄る時間ないよね、お水買おうかとか言って全部やってくれた。南蛮出口から出てまっすぐ進んでこうだよみたいなこれが目印だよみたいなね、そう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 、言ってくれて、もう持つべきは友だなと思いながら電車でニヤニヤしながらよかったよ、来た、全然間に合いました、全然間に合ったね、よかったよかった、本当に仕事に遅れたことはそんなにがないんだけど、うんうんうん、結構ギリギリ人間で、うんうん、でもね、その時とかにもう陸上部だったから、うん、もう足を生かして、うんうん、もう出た陸上部、そう、不可能でも、うん、可能にするんですよ、私の足は。可能にしてきた。そう、なんか乗り換え案内とかでさ、うん、だいたいなんかこの時間ですよって、うん、このなんか歩く速度ならみたいな、うんうんうん、それをもう更新してきて、更新してきて、そうです、そうです、ね、あれってさ、うん、どれぐらい更新できるんだろうね、どうなんだろうね、最速でいくと。でも今日は、うん、10分ぐらい、うん、その乗り換えでなんか間があったところが、うんうん、私は、うん、なんと2分で10分、もう2分でいける、多めに見てたんだと思うんですけど、あんまり言うとねあれだけどそうね、なんか全速力したみたいな感じになっちゃうからね、そういうわけでもなくちゃんとね、あの周りを見ながらね、そうそうそう、道をね、そう駆け抜けていってね、でもだいたい家から、うん、自分の家の最寄りの駅までは、うん、いつもダッシュしてるかもしれない、うんだからそんなすげえ走ってる女いるなって思ったら大体私かもしれな い、ね、そしたら君と私のお家は近いねって感じそうだね、 あの走ってる女もしかして鈴木みのり、そう、ほといてください、抜けるすごいな、はい、そんな感じで、うん、ございました。私が話したかったことは、田辺氏は気の利くいい女だっていうことを言いたかった、はい、ありがとうよ、ありがとうよ、どういたしましていや、はい、リンゴちゃんもいい女よ、いい女かな、うん、いい女、いい女かな、うん、私たちいい女よ、そうね、みんないい女よ、そうだね、みんなユーも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 、はい、あなたも聞いてればみんないい女、そう、いい女、いい男だよ、はい、ナイトラジオで
じゃあ、はい、皆さんから届いたメールも紹介していきましょうか、うん、はい、うん、じゃあ読んであじゃあちょっといい女の私が読ませていただきますね。ラジオネーム鶏肉さんからいただきました。ありがとうございます。鶏肉食べる人はほら、うん、いい女ですよ。あ、鶏肉食べる人いい女、わかんないけどタンパク質じゃん。あ、タンパク質食べるあなたはいい女です。そうそうそう、ありがとうございます。男性かもしれない、女かもしれないけど、うん、ということでニーゴの皆さん、こんにーご、こんにーご、毎回楽しく聞かせていただいております、うん、いつも聞きながらお若い世代の方が多いな苦笑いと感じながら聞いているだけでとっても楽しいし、私はお便りを書いたりはいいやと思っておりましたが、はい、今回書かずにはいられなくなってしまい、初めてお便り書かせていただきます。普段生きている中で学生の頃とはまた違う悩みがあったり、はい、変わらない悩みがあったりといろいろぐちゃぐちゃしちゃう時もありますが、うん、ストーリーや楽曲に癒され支えられながら楽しく生きさせていただいています、うん、キラ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 、あ、いた痛い文字。そう、そんな中、うん、ゲットしたアナザーボーカルカードを使って、うん、悔やむと書いて未来の水木バージョンを初めて聞いた時に涙が止まらなくなったのです。先日公開されたプロセカ夏休みラジオシャープ26の楽曲トークの中で日向さんもおっしゃっていましたが、うん、水木の感情がビシビシ伝わってきて、うん、言葉にならず、うん、大人になると普段感情を表に出すことがなかなかなくなってきますが、うん、ニーゴはじめプロセカ内のストーリーを通して大切なことをたくさん学んでいるような気がしています、うん、いつも素敵な楽曲ストーリー、楽曲ストーリーをありがとうございます、うん、これからも年齢はあまり気にせずに応援しておりますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。学生さんが聞いてる方もね多いと思うけど、印象がねどうしても、そうそうそう、うんうんうん、ね、いろんなね世代の方がね聞いていただいてね、そうですよ、プロセカもねプレイしていただいて、うん、ありがたいですね。ありがたい。そんな中水木のアナザーボーカル、うん、聞いたと、うん、感動したと。すいませんね、いなくて水木。水木いないけど今心は一つだからそうね、そうね、あの日向ちゃん聞いてると思うんでね、そうそう、思いは伝わってると思いますけど、なんたって私夏休み中一緒だったからね、夏休みラジオで。まあそうだね、そうだよ、なんかすごい深い話できたりして楽しかったよ、うん、いいな、深い話を与えもしたいよ。おしてして、なんだろうなんだろうな、そう、なんか悔やむの話もね結構したの、うんうん、そう、悔やむ撮った時どうだったとか、うん、そう、今までいろいろ別の曲撮ってから悔やむ撮ったんだけどみたいな、うんうん、そういう話とかしたから、うん、こう感情の変わり方とか、うん、今までどう思ってたけどこうなってこういう歌い方をしたよみたいな話とか結構できたから、うんうんうん、そうそう。じゃあ続いていきますか。はい、はい、ドラクマさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにーごです。こんにーごです。このお便りを送るにあたり、うん、私はラジオを初回から聞き、かっこ合計約10時間以上かかりました。すごい、すごい。この番組がどのようなものなのか頭に叩き込みました、うん、素晴らしいです。なんて律儀な、うん、その中でも印象に残ったのは、はい、朝比奈真冬役の田辺瑠衣さんのギャップの違いです。ギャップの違い、はい、はい、第18回のこれ可愛くないのお便りを読む声が、はい、真冬とあまりにも違いすぎて笑ってしまいました。笑われてしまいました。笑われてしまいましたね。これがきっかけで僕も朝比奈真冬が中の人とのギャップ萌えで好きになりそうです。皆さんはギャップ萌えなど、ギャップ萌えしたものなどはありますか。ちょっと好きになってもいいんだよ。いいな好きになって。じゃあ私逆に暗くやろうかな。え、ギャップ、うん、そう、ギャップ萌えいいな。絵なほら感情的だから私は全然そんな感情も手に出しません。あ、本当ですか。そうなんです。ギャップ萌えする無理だよ私はだって知ってんだもん、あなたが軽いってこと。私も逆に、あの知ってたから、ね、真冬に出会う前から、うん、そうね、あなたがそういう時よりそういうところがある人間だっていうのを知ってたから、ね、逆に真冬の声聞いた時に笑っちゃって笑っちゃいけないんだけどそう、田辺として聞いたらちょっと違うっていうことで、真冬として見てたら、うん、全然何もね、うん、そういう人だって思うんだけど、うん、最初なんか田辺氏が演じてて、そういえばなんか結構ギャップがある子って言ってたなって聞いて、なんか見たらほんまやそう、めっちゃ笑っちゃった、ね、そう、ギャップってあるよね。ギャップあるよね。ありがたいね。燃えたことある？燃えられてますけど今。ギャップ燃えを感じた瞬間、うん、あ、でもそれで言うとさ、うん、私ひなたちゃんがすごく完璧超人な印象があったの。あ、はいはいはい、そう、すごいなんかクールビューティーな感じ、うんうんうん、あったから、うん、それがこう打ち解けた時にすごく話しやすくって、うんうん、なんかギャップ萌えというか、あ、かわいいと思った。確かに私もなんか黒髪のロングの人ってさ、うんうん、結構なんか
何です、知的美女っていうかかっこいいイメージがあるから喋、うんね、りづらいのかなって思ってたんですけど、喋ったらもうただの人見知りの可愛い赤ちゃんでした。可愛いよね。可愛い。そうなのよ。なんか、うん、そうしっかりしてるからこそ近寄りづらいんじゃないかって思われがちかもしれないけど、うん、すごく話しやすいし、うん、すごく可愛いのよね。可愛い。そうなんかよしよしってしたくなる。わかる。たまに LINE をくれるんだけど、うんうんうん、なんかあ、人見知り克服しようとしてる？いいよって言って、でも私も人見知りだからさ、うん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 、そうそう、ニーゴもみんな人見知り、そうだ、まあ、ともりちゃんわかんないけど、ともりちゃんはスーパー人見知らない人な気もするけどね、そうだね、うん、キラキラしてるイメージある。ブモエか、うん、ありますか、うん、プロセカ内で言うと、うん、ひなたちゃんが一番なんだけど、うんうん、あの今井さん、おうおう、秋との今井さんに会った時もすごいびっくりしました、うん、なんかおしゃれさんなのかな、なんか結構 なんていうんですかね、本当にビビバスの世界観に出てくるようなお洋服を召しになって うん、いらっしゃるのをなんか写真で見てたので、うんうんうん、なんか結構喋ったら、あ、どうも今ですみたいな感じなのかなって勝手に思ったの。あ、今イメージのね、今井さんね、ビビバスイエーみたいな感じだと、ビビバスイエーの今井さん、そうだと思ってた。マンダショチャンネルで初めて会った時に、うん、あ、どうも今井文也と申します、よろしくお願いしますって言ってらして、うん、あとこれ田辺氏には言ったんだけど、うんうん、ラジオで言ってなかったのが、うんうん、お弁当がそのワンダッシュチャンネルの時に出たんですよ、うんうんうん、2段重ねのお弁当だったんですよ、はい、1段目におかずが入ってて2段目全部お米っていう感じで、うん、でそれをあの紙で巻いてあるから、うんうん、そのまま取ればいいんですけど、うん、今井さん、あの帰る時に弁当持って帰るって言ったら、その一段だけ取って帰ろうとして、でマネージャーさんが、あ、何やってるの今井さんみたいな、違うよこれ二段で一個のお弁当なんですよって言って、あ、そう、あ、あーとか言って言ってて、すごい、それを見た私と私のマネージャーさんも大爆笑で、あ、すごい天然な方なんだなって思って、それはびっくり、ギャップでした。なんかでももしかしたらこれからね、他のプロセカの方に会ったら、うん、いろんなギャップに燃えるかもしれませんね。二段弁当の今井さん、二段弁当の今井さんそうなの、そうなの、お会いしたことないからあんまり言えないけど、私は今井さんにもし会える時があったら、あの弁当を撮る時に今井さん見てたらいいんじゃないのかな撮る時だけ凝視してみようかな、凝視してみててください、うん、やってみますね、はい、ということで、はい、今回の紹介は以上でございます。皆さんからの投稿をたくさんお待ちしております。はい、ナイトラジオで今回はこちらのコーナーをお届けします。朝比奈先輩どう思いますか。このコーナーでは二面性のある真冬を演じてる私が皆さんからいただいた相談にアドバイスをしていきます。優等生のアドバイスをするか本音のアドバイスをするかはくじで決めていきます。はい、久々な気がしますね、このコーナー。久々な感じがします。積もりに積もったお便りがたくさん来ておりますので、あら嬉しいわ、聞いてくださいね。はい、紹介しますよ。お願いします。ラジオネーム黒板騎士かっこ17をさん、17歳さん、あら、お久しぶりです。おお、覚えていらっしゃる、うん、さすがだわ。ニーゴの皆さん、こんにーご、こんにーご。最近僕の友達に彼女ができました。僕の友達に、うん、その結果最近彼女との話をよくしてくれるのですが、正直全く興味がありません。なんか鼻ほじってそう。今のところ、へーと、うん、いいじゃんで乗り切っているのですが、どうするのが正解でしょうか。これはどうします。ちょっとじゃあ私がシャッフルしてあげますよ、くじを。じゃ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 、うわこれ難しいね。興味がない話をされている時、え、これは本音で答えたいところでございますけれども、まあ、でも優等生の方が友達に対しては愛想がいいのかしら。じゃあそうね、はい、渡し方。じゃあこれにしよう。はい、やっかいしょいちったな、古いな。あー、優等生だ。ああ、じゃあちょっとこれは優等生でね、はい、あの友達に彼女ができたんだけど、友達がなんか彼女の話してくるのがちょっと興味はないんだけど、うん、あ、じゃあ友達やってくれる。あ、分かった。なんかちょっと彼女の話して。なるほどね。じゃあその時のあの返答の仕方やるから、じゃあ、okay、なんか一言話してくれると嬉しいです。えっ、ー、と
もうなんか俺の彼女がこの前なんか外でご飯行けないからって言って家に来てくれて、でなんか料理してくれるとか言って冷蔵庫にあるものだけで、俺の冷蔵庫なんてもう卵5個と納豆とキムチとなんかアボカドとマグロしかなかったんだけど、なんかちゃちゃっと作れるとかって言ってマグロアボカド丼作ってくれて、マジ最強だなって思ったので、もうそれがめっちゃ美味しくって、もう料理できるし、あるもので作れる彼女って最高、マジ結婚したい。すごい興味深い。なんかね、私一回なんかすごい新人の頃に先輩に聞いたのよ、なんか相槌というか、あのちゃんと聞いてはいるんだけれども、すごく浅い返事になってしまいそうで、それが困るというかどうしたらいいんですかねみたいなすごいリアルな話をした時に、先輩がそういう時にね、うってつけの一言があるんだよって言われて、興味深いです。時の前に言えるんじゃないかな。そうかもしれない。そうでも、あのほら興味深いっていうことによって興味はあるんだと。そうね、だし、なんか運とかはいとかそうなんだだけじゃなく、興味深いというワードを使った。なるほど。でも、彼氏に戻るね、彼氏何に興味を持ったの？そのマグロ丼、それか彼女、俺の彼女に興味深いって言ったのかってならん？ならんか。もうそこも伏せた状態で興味深いね。それはなんか怖い。ね、興味深い、興味深い。そう、ちょっとだけさ、ちょっとだけさ、本音が聞きたい。本音、彼女の話されたら、そっか。同じじゃん。解決してな い本音は解決できる。本音はそう、そっか。まあでもワンチャン付き合って始まりだから3ヶ月だけじゃない、その人に言いたくなる時って多分。あ、じゃあもういいなとか、ある意味こう素敵、すごいいいなってこう、立ててあげるのもいいかもしれない、ね、そうだね、今のうちにね、今のうちに今のうちにね、そうだね、はい、そうしましょう、はい、興味深いと言っていただいてね、はい、はい、大変興味深いお話でしたね。今回の投稿は以上ですかね。はい、はい、ということでこんな感じで田辺さんに相談したい興味深い出来事をお待ちしております、以上、朝比奈先輩どう思いますかでした。ナイトラジオでということで、大変興味深い放送でしたね、そうですね、大変興味深かったですね。だよね、そう、すっごい興味深くって、やっぱり、そう、私どうしようって思っちゃったの、興味深すぎて、興味深いの、え、本当に興味深かったよね、すごい、本当。あれ、なんかこんだけ連呼すると浅くなってくね、どうしよう、もうこのラジオではこのワード使えないよ。あ、確かに田辺氏がいない時にさ、ひなたちゃんやともりちゃんに対して、あ、興味深いって言ったら、あ、みのりんご全然興味ないんだってなっちゃうからね。いや、でもそれで言うとさ、私今ここでラジオで喋っちゃった時点で、もう日常生活の中で興味深いって使ってたら、あ、ちょっとあんまり興味深くないというか興味ないんだなってなっちゃうんだよね。でもなんか聞いててもさ、確かに興味深いとか、なるほどとか、私結構、あ、なるほどって言っちゃうんですよね、だから、そうなの、ね、関心はあるんだよ。そう、あるんだけどさ、やっぱり返事の仕方って難しいんだよね、へーは確かにね、さっきのお便りみたいにちょっと、ちょっと興味ないのかなって思えちゃうかもしれないけど、やっぱ興味深い、やっぱ興味深いを ね、あの使っていってね、みんな興味深くなっていきましょうね。そうですね、興味深いっていうね、好奇心っていうものはとっても大事ですから、大変興味深いですね、これキリがないですね、興味深いって言ったらキリがない、この言葉すごい、興味深い、すごい使っていきましょうね、皆さん、ね、興味深いということで、もうこれを使っていったらもうニゴラジリスナーなんだと、そうですよ、ということでね、興味深いのでぜひよろしくお願いします。はい、興味深いですが、ここでお時間でございます、ここまでのお相手は興味津々、興味深い鈴木みのりと、興味深いね、田辺瑠衣でした。それではまた次回25時ナイトラジオで。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供で。